オープン戦ヤクルト阪神戦スタメン。オープン戦ヤクルト阪神24日浦添13時。今日のスタメン控えばっかやな。レギュラー坂本だけやな。なんや今日のスタメン。レギュラー坂本しか出てないやんけ。見に行ってる人かわいそうすぎ。控えスタメンか。今日は絶対勝たんとあかんな。まあ先発村上やから坂本か。村上降りたら坂江田あたりか。今日のスタメン見る限り前川はどんな中では評価高いな。見事な鳴尾浜軍。小野寺打ちまくってほしい。いやいやそらそういうチーム相手に主力出せへんよ。ヤクルト主力で打ち控え。今日は控えの日か。こういう時にどんどんアピールせんとね。星も変えたいな。村上投げなきゃな。西川がヤクルト行ったの忘れてたわ。ここでも欲しがってる陣いたな。どんでんもやるな。笑い。小畑と上田の打順変えてもええと思うけどな。上田にそんな打席いらんやろ。飛球対策でくさ。坂本が壊されたら罪やで。なんか今年はどこも最初から主力出してくるところ多いな。ヤクルトはベストメンバーか。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。